What's up, y'all? It's your boy Blackle, and today we are going to react to this one guy's channel. I think how you say it is Kima. I'm Mog Mog Rikusu Kukamagura Cook. He makes a lot of videos preparing seafood and stuff, and he has this video about a puffer fish, which a lot of people in my Discord server. If you haven't joined it, you should join it. Link in the description. They said that I should react to this pufferfish video. So, let's go. Blackle. Hey, yeah, let's go. Bada boom, bada bing, bada ding ding. I hit you with a lot of ting tings. Why, yeah, I can't rap to save my life. That's why. Anyway. Hey, どうぞ。金子でございます。ということで、Hello. 本日の食材がこちら。So today, main ingredient is... よりとふぐっていうことでね。それではこちらをさばいていく。Oh yeah, the entire thing is in Japanese, I think. By the way, just so you know. So I'm going to talk over this guy a lot to explain to the people who are too lazy to read the captions at the bottom. Let's go. はい、改めまして。本日の食材がこちら。よりとふぐ。ということでね、こちら変な魚おじさんから、いただきました。めっちゃ昔に一回このフグやりました。で、昔これの肝をスーパーが販売しちゃって大変なニュースになりましたよね。で、基本的にこのよりとふぐっていうのは無毒とされております。ただ、肝臓に毒を持つこと。But they detect poison in its liver, possession of flesh, skin, and testes? Doesn't affect any human health issues, and even their livers were eaten. I don't care about this. 発見されたんですよ。なので問題になったんですね。で、ちょっとこのフグを説明しますと、基本的にこの魚は太平洋側に生息するみたいですね。で、見ての通り、こうかなり水分が多いフグなんです。なので市場にはそんなに並ばないんです。Is that throw up?Hold up, is that cool? けども実は美味しいフグなんですね。で、こちらのフグは皮、白子、身、こちら無毒となります。で、卵と肝は食べちゃダメです。で、船で釣りしてるとたまに釣れるんですよ。で、このフグって釣り上げられたら水をたくさん含むんですよ。なのでめちゃくちゃ重くなるんで、なんかとんでもない大物がかかったかなって思っちゃうんですよね。たゆんたゆんでしょう。ここに全部水が入るんですよ。ちょっと膨らめてみますか。500ml ぐらい入りましたね。ここまで水をパンパンに含めるフグっていうのは、ね、僕はヨリトフグぐらいしか知らないですね。ポヨンポヨン。Is he playing with the puffer? Is he playing with a dead fish? I really hope there's a reason behind this.そうしました。I'm gonna put that to him cleaning the fish on the inside, I think. I don't know, you never judge another culture if you don't know it. 今日はこちらのヨリトフグを使って、フグのしゃぶしゃぶを作っていきたいと思います。で、このヨリトフグっていうフグは、皮にトゲがないんですよ。で、しかも皮も無毒なので食べれます。なので今日こちらの皮もしゃぶしゃぶにして食べていきたいと思います。そうしましたら、まずはこちらのお腹割っていきますね。水が飛び出てくると思います。あ、it's butthole! あれ?意外に水は出てこない。ほら、切れ込みはこういう風に入ってるんですけど。ブラ。ほら。この中に水がたくさん入ってます。この膜のさらに奥ですね。水が出てきますよ。せーの。うわぁ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 。I would assume it stank. How long are you waiting?、Oh. What is that? これ何食ってんだこれ。意味わかんねえもん食ってますねこれ。イカなのかな。大量のイカを食べてました。はい、そうしたらこのようになりました。あんだけ水で膨らめたんでね、お腹の中綺麗になりました。さらにこの膜を切っていくと、中に問題となった肝臓ですね。肝臓。サバフグとかも肝には毒がないって言うんですけど、でも食べない方がいいです。これも毒を持ってる個体がいますので、食べちゃダメです。そしたらこの内臓系は全部処分します。で、これ一度洗いますね。はい、このように洗いました。そしたら、サバフグの要領で、剥いちゃいます。はい、皮が剥けました。やっぱ水っぽいですね。
今日はこの気になる川ですよ。川。I don't really even realize how rough people are with animals when they're preparing them. 川の内側の膜を取ります。で、川のこの外の膜だけ食べます。Outer layers. Okay. そしたら食べやすい大きさにカットします。Bite-sized pieces.はい、でこちらが身ですね。で、言い忘れてたんですけども、フグをさばく際はいくら毒のないフグとはいえども、フグの調理師免許が必要となります。こういうやつです。免許で間違った知識でフグをさばいて食べちゃうととても危険な場合がありますのでね、やめましょう。そうしましたら、ここの腎臓がついてますんで、これ取っていきます。血合いですね。はい、そうしましたら3枚におろしていきます。大名おろしで OK です。It's a tiny fish. Oh, you can hear the bone. Hey. What did he cut off? What was that? そしたらこちらを切って盛り付けていく。 Slice it and plate it? Are you gonna cook it? Oh.で、まあさすがにヨリトフグだけじゃ寂しいので他の魚もちょっとさばきたいなと思ったんですけど、前海鮮ボックス頼んだじゃないですか。あれ、I don't remember this. You ordered a gift box? 普通に発注ミスで時間差で2つ頼んでたんですよね。で、それがここにあるんですよ。多分入ってるものはね、一緒だと思うんですよ。はい。お？若干違うか。なんかラインナップはちょっと変わりましたね。クロダイがいないし、メバルが一匹多い。No、じゃあせっかくタイがいますんで、このタイ、これしゃぶしゃぶにしていきましょう。サクッとさばいていきます。まずロコ落とします。はい、ロコが落ちました。頭落としていきます。このタイが天然物の 600g ぐらいですかね。油もまあまあありそうですね。はい、そうしましたら3枚におろしていきます。ノーカットでいきますね。たまにはノーカットでお送りしたいなと。はい、1枚。He quick with it. I feel that in my spine. 僕の動画見てる人だったらね、初見でもタイぐらいだったらさばけると思います。スピードラーニングは聞いてたら英語終わるじゃないですか。それと一緒で、僕の動画見てたら自然とタイぐらいだったらいけるんじゃないかなって思います。そんなこんな言ってるうちに3枚おろしですね。そうしましたら腹骨をすいていきます。 He's removing the bones。 That sounded crunchy。やっぱデバーおろしやすいわ。結局、easy to use for cleaning fish overall。 慣れてきたらこのぐらいのタイでしたら、ほんと1分2分ぐらいでおろせるようになります。血合い骨を取っていきます。 The bloodline? 皮のついたまま削状にしていきます。 With the skin on, okay. Why? そしたらこちらを切って盛り付けていく。 Are you not gonna cook that one either? Are you gonna eat it raw? Why it look like you're trying to fly away?He made a flower out of fish. That Lulu looks kind of cool though. You're done. Yeah. That's it? You're just gonna eat the raw fish? Or are you gonna boil them or steam them on top?はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はこちらのポン酢に柚子の皮を浮かべてあります。柚子の季節ですね。そしたらまずはこのヨリトフグのブヨブヨした皮からいただきたいと思います。昆布だしにしゃぶしゃぶと。硬くなりますね。プリンってちょっと怖いので、一分ぐらい火を通します。よっしゃ、そろそろいいでしょう。こんな感じですね。裏がこんな感じ。霜降りみたいになってて、美味しそうですよ。ポン酢にたっぷりつけまして、いただきます。ん？うまっ！
何これ、不思議な感じ。味がかなりありますね。サバフグとかの身に近い味がします。とても皮とは思えない、そのぐらいの旨味がある。食感なんですけどちょっと気持ち悪いですね。裏側の白い霜降りみたいなところがトロトロなんですね。でその溶けたものが下べらにこうまとわりついて、ちょっと気持ち悪い。で裏側の黒いところは白いところに比べてプリプリしてるんですけど、でも柔らかいです。うん。で食感は気持ち悪いけど味は美味しいです。こういう味なんだね。では次はこちらの身をしゃぶしゃぶにしていただきます。ほんでね、一回こうしゃぶしゃぶしたらかなり水が濁りましたね。汚い感じになりました。で身もちょっと鮮度が悪いので。しっかり火を通していきます。はい、そうしたらポン酢につけていただきます。おいしい、これはおいしい。よりとふぐはやっぱ水気が多いので、しゃぶしゃぶとか水炊きとか鍋、これがねおすすめですね。まあでもトラフグには劣りますかね。はい、続きましてこちら絶対外さないタイしゃぶ。じゃあ鮮度いいのでね、しゃぶ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 と軽くしゃぶしゃぶしてくらしていただきます。めちゃめちゃうまい。はい、ということで今日こちらのよりとふぐとマダイのしゃぶしゃぶときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、銀色のやつドライフリーでいきたいと思います。ビールは1日2缶まで。はい、こちら牛タイチですね。いただきます。ポン酢に柚子の皮を入れるだけでここまでおしゃれな味になる。それじっくり食べていくよ。 See you, dude. ごちそうさまでした。ということで今日は不思議な不思議なフグ、鶏とフグを使ってしゃぶしゃぶを作ってみましたけども、身は悪くないんですけど、やっぱり皮は。 Alright guys, so I'm gonna say that's the end of this video. I'll leave the original link, literal link, original video link in the description below. I will see y'all later.